皆さん、こんにちは。今日はフジテレビ木曜劇場大奥、安田顕さん演じる田沼意次です。田沼意次と聞いてあなたは何を思い浮かべますか？江戸時代の救世主？それとも破滅をもたらした政治家？それとも江戸時代中期の舞台で彼は一体何をしたのでしょうか？ 1. 田沼意次の政治的背景。さて、田沼意次という人物を理解するためには、まず彼が活躍した時代背景を知ることが重要です。江戸時代中期、特に徳川家重と家治の治世は政治的にも経済的にも大きな転換期でした。この時代、彼はただの旗本から幕府の実力者へと上り詰めます。では、彼がどのようにしてその地位を築いたのか、その背景に迫りましょう。出世の背景には、彼の卓越した政治手腕がありました。彼は、徳川家重の信任を得て、幕府の財政改革や政治改革に取り組みます。その手腕は、幕府の収入を増やし、江戸の町人文化を花開かせる一因となりました。具体的には、彼は株仲間制度を推進し、商業と産業を活性化させました。株仲間制度とは、江戸時代に形成された特権的な結合組織であり、問屋などが一種の座を作り、カルテルを形成することを指します。株仲間は、幕府や諸藩が流通統制や警察的取り締まりを行うため、あるいは領主層の御用を果たさせるためなどの目的で設定されました。株仲間は、株式を所有することで構成員として認められ、幕府の貢献力を背景に、市場経済のメカニズムとして組み込まれていました。また、彼は郡上一揆の対応を通じて、百姓の不満を抑え込む政策を実施。郡上一揆とは、江戸時代に、美濃の国郡上藩、現在の岐阜県郡上市で起こった大規模な一揆のことです。宝暦年間に発生したこの一揆は、年貢増徴策への反対運動から始まり、藩中を二分するほどの規模となりました。具体的には、郡上藩主の年貢増徴策に対する農民らの抵抗が発展し、幕府の法廷で審理されるまでの展開を見せました。これらの政策は、一時的には幕府の安定に貢献しました。しかし、彼の政治手法には批判も多く、特に賄賂を受け取ることで知られていました。これが後の寛政の改革へとつながるわけですが、その話はまた後ほど。というわけで、彼の政治的背景と影響力を見ると、彼は確かに江戸時代の政治に大きな影響を与えた人物であることがわかります。彼の政治手腕は、幕府の財政を安定させ、文化を発展させた一方で、後の時代に大きな影を落とすことにもなりました。このチャンネルでは、歴史の大波をサーフボードに乗って冒険するように、日本史雑学なども語っております。ぜひ、チャンネル登録お願いいたします。2. 執事と若き日の野望。田沼意次は1719年、紀州藩の足軽の家に生まれました。しかし、彼の父、田沼意幸は、第8代将軍、徳川吉宗の時代に、幕府旗本に取り立てられ、家族は江戸へ移り住みます。ここから彼の物語が始まります。彼は幼い頃から非凡な才能を示し、特に政治への関心が強かったと言われています。1735年、彼は、西丸小姓として、徳川家重に仕えます。西丸小姓とは、江戸幕府の、徳川将軍直属の親衛隊である、小姓組の一つです。将軍の世継ぎや隠居後の将軍の住居である、江戸城の西の丸に仕える役職でした。この時期、彼は将軍家の信頼を得るため、また、自身の野望を実現するために、熱心に勉強し、政治の知識を深めていきました。彼の目指すところは、単なる旗本の地位にとどまらず、幕府の中枢で活躍することでした。彼の才能は、徳川家重の目に留まります。彼は家重の信頼を得るために、自らの美貌と知性を武器に、大奥や幕府内の重要人物との関係構築に励みました。この時期の彼は、政治的な洞察力と、人を引きつける魅力を併せ持っていたのです。また、彼は人間関係の構築にも長けていました。大奥や幕府内の重要人物との関係を巧みに築き上げ、自身の政治基盤を強化していきます。例えば、大奥での影響力を利用して、徳川家治の側室や大奥の女性たちとの関係を深め、政治的な支持を得ることに成功しました。彼の野望は、徐々に現実のものとなっていきます。
彼は徳川家重の信頼を得ることに成功し、その後幕府の政治において重要な役割を果たすようになります。この時期の彼の活躍は後の幕府政治に大きな影響を与えることになります。彼の政治手腕は蕎麦用人から老中への昇進を可能にしただけでなく、江戸時代の政治と経済に大きな影響を与えました。しかしその手法には賛否両論があり、彼の政治スタイルは今日でも多くの議論を呼んでいます。 3. 救世主としての功績。それでは田沼意次が江戸時代において救世主としてどのような功績を残したのか、その具体的な内容について見ていきましょう。彼の最大の功績は何といっても経済政策にあります。彼は江戸時代の経済を活性化させ、多くの商業活動を促進しました。具体的には彼は株仲間制度を推進しました。これは商人たちが同業者同士で組合を作り、市場を独占することを許可する制度です。この制度により商人たちは安定した経営を行うことができ、結果として江戸の経済は大いに繁栄しました。また彼は文化面でも大きな影響を与えました。彼の時代には歌舞伎や浮世絵などの文化が花開き、江戸文化の黄金時代を築きました。これらの文化は今日でも日本の象徴として世界中に知られています。彼はまた政治手腕にも長けていました。彼は多くの改革を行い、幕府の財政を安定させることに成功しました。特に彼の行った干拓事業は農地を増やし、食料生産を向上させることに貢献しました。これらの事例からもわかるように、彼は経済、文化、政治の各面で江戸時代の発展に大きく貢献したのです。功績を振り返ると、彼が江戸時代の救世主としての役割を果たしたことは明らかです。彼の政策は当時の日本社会において非常に重要な意味を持っていたのです。次に彼が破滅の元凶として批判される側面について見ていきましょう。4. 破滅の元凶としての批判。田沼意次は江戸時代の政治家として多大な影響を与えた人物ですが、彼の政治手法には疑問を投げかける声も多くありました。政治手法を深く掘り下げ、彼がなぜ破滅の元凶として批判されるのかを明らかにしていきましょう。まず政治スタイルについて触れなければなりません。彼は賄賂を受け取ることで知られていました。これは当時の政治文化の一部として広く行われていたものですが、彼の場合はその規模が大きく政治手法の中心にあったと言われています。彼は賄賂を通じて政治的な支持を集め、自身の権力を強化していきました。次に彼の経済政策について考えてみましょう。彼は商業と貨幣経済を重視する政策を推進しましたが、これが農村経済に深刻な影響を与えたとされています。特に農民に対する重税や年貢の増加は農村の貧困化を招き、多くの農民が田畑を放棄して都市部へ流れ込む原因となりました。これは彼の政策が一部の商人や都市住民には恩恵をもたらしたものの、広範な社会層には逆効果であったことを示しています。最後に天明の大飢饉における彼の対応を見てみましょう。この飢饉は彼の政治生命に決定的な打撃を与えました。飢饉に対する彼の対応は遅れがちで、十分な救済策を講じることができませんでした。これにより彼の政治的信頼は大きく損なわれ、最終的には失脚につながることとなります。以上のように彼の政治手法は一部の成功を収めたものの、多くの問題を引き起こしました。賄賂政治、経済政策の失敗、そして天明の大飢饉への不十分な対応は彼が破滅の元凶として批判される大きな理由です。田沼意次の政治は江戸時代の歴史において重要な役割を果たしましたが、その影響は必ずしも肯定的なものではなかったと言えるでしょう。5. 官制の改革。まずは官制の改革の全体像をつかんでみましょう。この改革は1787年から始まり、日本の歴史上重要な転換点となりました。改革の主導者は松平定信は、彼の政治スタイルとは一線を画す厳格な倹約政策を推進しました。この時代江戸幕府は財政難に陥っていました。豪華絢爛な文化が栄える一方で、幕府の財政は悪化の一途をたどっていたのです。こうした状況を打開するため、
松平定信は幕府の財政再建と武士道の復興を目指しました。寛政の改革は江戸時代後期の1787年から1793年にかけて行われた幕藩体制の改革です。この改革の三大柱は次の通りです。 1. 経済政策の改革、農村再興、民衆蜂起の防止、武士の不満解消などを目的とした経済政策の改革が行われました。具体的には農村再興のための施策や車窓、偽装の設置、民衆蜂起の防止のための政策、武士の不満解消のための起源令などが実施されました。 2. 財政政策の改革、財政難を打開するために様々な政策が打ち出されましたが、多くは失敗に終わり、改革に着手してから6年後に松平定信は老中を罷免される結果となりました。 3. 教育政策の改革、儒学による武士の教育が出世などに対する不満の抑制につながると考えられ、医学の禁止などが行われました。これらの柱を中心に寛政の改革は幕藩体制全体の改革を目指して実施されました。寛政の改革は江戸時代後期の日本社会に大きな影響を与えました。財政面では一定の成果を上げたもの、武士と町人の間の格差を固定化し、さらには文化の発展を抑制する側面もありました。また彼の時代に栄えた文化や経済活動に対する規制は多くの人々に不満を抱かせる結果となりました。寛政の改革は彼の政治スタイルとは対照的なものでした。松平定信の厳格な政策は一時的には幕府の財政を立て直しましたが、長期的には日本社会の多様性と活力を損なう結果となりました。 6. 田沼意次の政治と松平定信の改革。田沼意次と松平定信の政治スタイルの違い。田沼意次の政治スタイルとそれに続く松平定信の寛政の改革との間の相違点について深く掘り下げていきます。まず彼の政治スタイルを見てみましょう。江戸時代中期に幕府の実権を握っていた人物です。彼の政治は経済重視の政策と文化の振興に特徴がありました。彼は商業と都市経済の発展を重視し、株仲間制度のような経済政策を推進しました。これにより江戸の町は繁栄し、文化も花開いたのです。しかしこの政策は農村部の困窮を深め、結果として多くの百姓一揆を引き起こしました。一方松平定信による寛政の改革は田沼意次の政治スタイルとは大きく異なります。定信は彼の経済重視の政策を批判し、倹約と道徳の復興を目指しました。寛政の改革は贅沢の禁止、文化の統制、そして武士道の復興に重点を置いたものでした。これにより田沼時代の自由な文化は抑制され、幕府の権威と秩序が強化されたのです。この二人の政治スタイルの違いは時代背景にも影響されています。彼は経済の発展と文化の繁栄を重視しましたが、それが結果として社会の不均衡を生み出しました。一方で松平定信は彼の政治が引き起こした問題を是正しようとしました。彼の政治は社会の安定と秩序の回復を目指したものでした。このように田沼意次と松平定信の政治スタイルはそれぞれの時代のニーズと課題に応じて異なるアプローチをとっていたのです。二人の政治家は江戸時代の歴史において重要な役割を果たしました。彼らの政治スタイルの違いはその時代の日本社会の変化を映し出しています。だな離断子伝説。さて田沼意次といえば、その政治的業績だけでなく彼の外見的魅力にも注目が集まります。江戸時代特に政治家においては外見も重要な要素でした。では彼の美男子としての伝説は彼の政治生命にどのような影響を与えたのでしょうか。彼の美貌は政治キャリアにおいて重要な役割を果たしました。特に大奥において彼の外見は多くの女性たちの関心を引き、彼の政治的な動きをスムーズに進めるのに一役買っていたと言われています。では具体的にどのような影響があったのでしょうか。彼はその容姿を利用して大奥内での影響力を確立しました。大奥の女性たちに贈り物を贈ることで彼女たちの支持を得ることに成功しました。このような行動は彼の政治的な野望を実現する上で非常に重要でした。実際
彼の政治的な動きは大奥の女性たちの支持を受けることでより容易に進められたのです。彼の外見は政治的な野望を実現するための重要なツールとなり、キャリアを大きく前進させる一因となったのです。このように彼の外見は政治生命において重要な役割を果たしたのです。 8. 政治遺産。田沼意次の政治遺産は現代日本においても重要な意味を持っています。彼の政治手法は江戸時代の経済と社会に深い影響を与え、その波紋は現代にまで及んでいます。まず彼の政治遺産として最も顕著なのは江戸時代の経済政策における彼の革新的なアプローチです。彼は商業と貨幣経済の発展を重視し、これまでの武士中心の経済から上人中心の経済へと大きく舵を切りました。この政策は江戸時代の経済を活性化させ、上人文化の発展に大きく寄与しました。特に株仲間の制度は商業の安定と発展に重要な役割を果たし、現代の企業組織や経済システムにも影響を与えています。次に彼の政治手法には現代の政治にも通じる要素が見られます。彼は政治的な決断を下す際に広範な情報収集と分析を重視しました。また彼の政治スタイルは多くの場合実用主義的であり、柔軟な思考を持っていました。これらの特徴は現代の政治家にも求められる資質であり、彼の政治スタイルは現代政治の先駆けとも言えるでしょう。さらに彼の政治は江戸時代の社会における階層間のバランスを変えることにも寄与しました。彼の政策により上人や商人が社会的経済的に力を持つようになり、これは現代の民主主義社会における平等の概念にも通じるものがあります。しかし彼の政治遺産は一部で批判の対象ともなっています。特に彼の政治手法が賄賂や縁故に依存していたとされる点は現代の政治倫理とは相入れない部分があります。また彼の政策が一部の階層に過度に依存していたことも現代の視点からは問題視されることがあります。彼の残した歴史遺産を振り返り、江戸時代に少しでも興味を持っていただけたら幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントで次に知りたい歴史上の人物や出来事を教えてくださると嬉しいです。ありがとうございました。